中西健二君おはようございます自由民主党の中西健二です新型コロナウイルスが猛威を振るっております見えない恐怖ともいえる未知のウイルスの感染拡大への対応がいかに困難であるかということは想像に難くありません今般の非常事態に対し各方面で尽力されている皆様方に改めて敬意を表したいと思いますさて世界 経済、世界市場にも混乱が広がっております。昨日はニューヨーク市場でダウ平均が2000ドル以上下げました。原油価格も3割下落しているということであります。まあリーマンショック以来と。 いう表現もされますがリーマン・ショックの時は金融市場が震源地でありましたから金融当局が集まってニューヨークの連銀ですとか大手の銀行が集まってその前後策を考えるというようなこともありましたけれども今の市場はどちらかというともうなすすべもないと。 いうことで私は、まあ、随分長いこと金融市場で働きましたけれども日本のバブルがはじけた時あの時どん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 株価が下がっていって売り持ちを持っているディーラーだけは大きな声を上げているけれどもあとの日立はもうぼ然自失と。 まあそんなような状況それをデジャブのように思い起こすというような状況でありますこうした市場の動きについてまず麻生大臣所見をお伺いしたいと思います麻生太郎財務大臣リーマンブラザーズの時はサブプライムローンなんてもう忘れちゃった言葉かもしれませんけどこの怪しげな金融商品を 格付けトリプル a くっつけて売り倒した多くのアメリカの会社中ではあるオレイマンブラザーズっていうのがあるんですけれどもこれが一番大きくやってたんですけどそれが金融が破綻したということに端を発してマーケットからほぼキャッシュがなくなるオーバーナイトコールが5%ぐらいしましたかねあのこらむちゃくちゃな時代だったと思いますが今回は武漢発のウイルスの話で。 ななんとなく新型とかついてますけど武漢ウイルスというのは正確な名前なんだと思いますけれども武漢ウイルスなどのものが出てきてそれが隠してあったためにある意味突然にわーっと広まったのが1月の20日以降という形になってますけれどもそういった形になってるんですがそれが今日本にもその影響が出てきたという形になってきてるのが今の状況ですけれども。 あのリーマン・ブラザーズ並みという表現は株価の下落の仕方が2,000ドルいきましたんだし今日日本の株価は,は1万9,000円また戻してますけれども一101円まで円が上がってましたから今103円ぐらいになってるんだと思いますがあの石油の値段も逆にこの内閣がスタートした頃は100ドル超えてましたのが今323ドルバレルで。 そういっった形になててきてますんであのいろんなもののあれがバラバラなものがワンワンいろいろ形で神経質な動きが見せているというのはまあ間違いない事実だと思いますけれども私どもとしては G7 のまあ電話会合やら何やらやらせていただいたり IMF の電話会合やらいろいろやらせていただいてますけれどもなんとなく。 コロナの話あらアジアの話と思ってた G7 の残りのところはかなり慌てたイタリアであれだけになりましたんでそれでオタおタたおたしてるっていうのは感じはしますけどそんなもの俺たちもっと前からやっとるわけでひ月前からやってますっていう話をして少なくとも日本としてはそれなりの対応が。 出来上がりつつあるんだと思っておりますので、あの引き続き、これは細かい資金繰りみたいな話で、金融の話とは全然違いますんで、そういった意味では、影響が出てくる中小零細の企業者のいわゆる資金繰りという部分を丁寧に細かく、きめ細かくやっていかない,といかんところが一番肝心なところじゃないかなという感じはしております。中西健次君 えー、ありがとうございます。あの今バイジンのお話の中で、えー、G と N T 2月にリアドで行われた時の G と N T、イタリアはまだ一言だったというそのまあ一言に近かったとこういうお話なんじゃないかというふうに思います。これあのやっぱり、えー、このウイルスが伝播していく感染症が伝播していくのには時間タイムラグが あるわけでしてで地域によって危機感の高まりというのが、まあ、時期がずれているということなんじゃないかと思いますですので2月の21、22に行われたリアドでの G20 麻生大臣が参加された G20 のコミュニケーションを見ますとこのコロナウイルスは過方経済の過方リスクの一つとして扱われていて、まあ、あの全面的に大きく扱われていたわけではないということじゃないかと思います そして、大臣が今おっしゃられた G7 の電話会議などで各国、連絡が取っているのはわかります。で、FRB も50ベース、利作業その後に行うということもありましたが、私が感じるに、各国当局の動きが、 いいいいいままち統一感がないなとこういう,ふうに思っていますそれはなぜか何,何と比較して言っているかというとリーマン・ショックの時には日本はちょっとそこには参加しませんでしたけど6カ国が一斉利下げと。 いうものを行ったりもいたしましたそれに比してそれぞれの国々の動きというのが、まあ、統一感が、えーまあ、見えづらくなっているんじゃないかと私は思っていますあの先週、えー、G20 の声明は出ていますけれども私は今こそこの危機感が全世界で共有できている時だからこそ改めて G20 の会合と いうものをやった方がいいんじゃないかというふうに思います。麻生大臣はこのリーマンショックが起こった後に G. トゥエンティを作られた。 その時のメンバーでもありますから今回、G20 をこれ物理的に集まるのがリスクが高いということであればある日を決めてきっちり一致に何時間かかけてテレコンファランスを行うとそして、その後きっちりした意思を示すだけじゃなくて具体的な行動も各国が示すというようなことをやるべきなんではないか。そういうい緊急 G20 の提唱と ということを麻生大臣、リーダーシップをやっていただ取っていただくことはでできませんでしょうか麻生大臣少なくともアメリカで、まあ、日本に付けてたあの船、あれ、アメリカが持っている船をイギリスがオペレーションしてイタリア人が運転してるって、その責任だけこっちに回されてたまるかと、誰の責任だこれ元はといえばそっちじゃないかと。 いう話が私ど,私どもが申し上げている話ですけれども G7 じゃなかったリヤド,ドの時もそう申し上げたんですけれども今回その同じ会社の船が今サンフランシスコの沖でということで今日接岸するそうですけれどもそういった形になってきてアメリカでも一挙にこのコロナの話が急激に広まりつつある。 しかもこれは西海岸じゃなくて東海岸で同じようなことがあっていうことになってワシントンでも出たはずなんでなんで日本の国会じゃ起きねえのかなと思って不思議に思ってるんですけれども本当はおられるのじゃないかとかいろんなことが思いつのニュースなんか見てるんですけれどもそういった今の状況の中にあってアメリカはまだ今は関係ないっていう感じで一応昨日のトランプは。 CNN だか BBC だかやってましたけれどもそういった状況にあるとは思いますけれどもヨーロッパでイタリアそれに続いてスペインがいてだん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 、まあ、イランだなんだっていうちになってきてますけれども私でもヨーロッパでは中国との付き合いの深い国の方がなるななんて思いながら見てるんですけれどもそういった状況の中にあ,りあるんで今声かけたら前回 1> の1週間前の時は日本から声かけてああいうことになったんですけども今回は向こうから声かけてくるかなという感じがしないでもありませんけれども少なくとも今声をかけるのは多分これで ヨーロッパとしてはサウジアラビアに行ってサウジアラビアは今議長国ですからサウジアラビアから言わせない,いかんとことだと思って私もそういう手続きを踏んでやらせていただきましたけれども今度はヨーロッパがやらないかん順番なんじゃないのかねと思ってはおりますけれどもいずれにしても何となく全体として アメリカも含めてこれ結構まとまってきつつあるかなという感じがしますので今のご提,ご提案というのは一つの考え方としては参考になります。 全世界的に市場に動揺が、えー、広がっておりますのでそれを何らかの形で、えー、この動揺を収めていくというためにもやはり G20 もしくは G20 プラスという形にもひょっとしたらなるのかもしれませんが、まあ、そうした形で、えー、アクションをとっていくと。 いいいいうううこととはぜひおお願いしたいというふうに思っておりますそして国内のことで言いますと、あの今年度の予算、まあ、予備費を2700億円きょうありますので、まあ、活用して、まあ、対策を打っていく、そしてあらあすみません令和2年度の予算案が可決すれば、そこにもまあ予備費が5000億ありますので、まあ、その一部は使えるということにもなっていくんだろうというふうに思いますけれども、まあ それで足りのかとといいいう議論は大きく広がって大きく強くなっていると思いますあの今の予算の審議をしている時に補正予算の話というのはしにくいということだろうというふうに思いますけれども、まあ、あの今補正予算を作るというよりも1月から3月2月3月の経済の落ち込みを4月5月に出てくる指標で確認してそしてこの経済への打撃の広がりを見た上で 補正予算を作るという方向これについては財務大臣はどのようにお考えになっていらっしゃいますでしょうか。麻生大臣今日、有国にでも第2弾というのを出させていただくということを政府では考えておるんですけれどもその内容が発表されてからの話だとは思いますけれどもいずれにしても今回の場合は。 いわゆる資金繰りの話がほとんどであってあの旅館の話がよく出ますけど旅館にお客が来ないんで食べて帰った後金払わないのと分け違いますからこちらの方がよほど被害が大きいんで来ないっていうんだったら単なる固定費がかかるだけの話でいわゆる流動経費はかかりませんからそういった意味では私どもとしては。 金をどうと話したいくつもありますけれどもそういったところの資金繰りというのはかなりの絶対量が意味が違うと思っておりますんでそういったお金のかかる方というのを細かく今例えばそうですね親金親走大日銀等々の中小零細の金融を扱う対象の小規模の、まあ、金融機関は。 間違いなくゆたっと待ってら客が来るなんて発想はやめろと自分から言って「お宅資金繰り大丈夫ですか?」って聞くのがし今回の仕事というのを常にあの下にあのもう何て言うのかな金融機関にはそれを通達しておりますんでそういった意味ではこれやった結果その内容を例えばまあ 条件変更ということになってまあ手形ジャンプするのは手形をジャンプするねジャンプさせるのそれからそうですね金利を引き下げるの繰り延べする繰り延べするのっていうのは条件変更というものをやっていくという細かい対応をすることという話も下に通達が出ておりますしこれいろんな問題であったらその対応の仕方によっていろいろ銀行によって違うと思いますし視点によっても違ったらいろいろしますね。 その通達の結果どうなったかという内容については公表させてもらいますということもすでに通達をしておりますのでそれがどういう結果に出てくるかよく見ておかないかな,なとは思いますけれどもきめ細かな対応をやっていかねばならなと思っております。中西憲次君、はい ありがとうございます今、大臣がおっしゃられた通知通達、金曜日の時点で改めて政府系金融機関および民間金融機関に対して条件変更等に重大に応じること、そしてどれだけ応じたのかというのを報告すること、そにはそれを公表するということを示されておりますので、なんといっても年度末迎えますので、金融庁の方には、やはり財務省もですねこうした公的金融機関、民間金融機関がどれだけ対応しているのかと。 ということをしっかり見ていていただきたいと思います。もう一つ、えー 国税庁にお伺いいいしたいと思います2月27日に国税庁から所得税、贈与税、消費税の申告の不期限を4月16日まで延長するということが発表されました。同日、総務省からも各地方団体において適切に運営されるようお願いする旨の事務連絡が出されており、まあ、地方税にも同様の動きが広がると考えられております。ただ所得税と贈与税と与が もともと3月16日だったのが4月16日ということは1ヶ月これが伸びると延長されたということ消費税に関しては3月31日から4月16日ですから2週間ちょっと延長伸びたに過ぎないということになりますあの目先の資金繰りが死活問題となっている個人事業主などに関しては納付期限をもっと大幅に例えば3ヶ月 もっと言えば、半年延ばせば非常に有効な支援策になると思いますが、いかがでしょうか。国税庁田島次長、お答えいたします。ただいま、議員からご指摘ありましたとおり、今般、新型コロナウイルス感染症に係る政府の方針を踏まえ、確定執行会場における混雑の緩和を図ることにより、感染防止を、感染拡大を防止する観点から。 個人納税者に係る申告所得税、贈与税および消費税の申告納付の期限を全国一律に令和2年4月16日まで延長することとしたところでございます。お尋ねのこのさらなる期限の延長についてでございますが、まずはこの延長された期限である4月16日まで、申告解除などの感染防止策の徹底などに万全を期していくと。まあその上で 今後の政府,全体な政府全体の方針などを踏まえながら、まあ、適切に対応していくことになろうかと存じております。なお、あのこうしたあの今回、えー、行いました全国の納税者一律の制度ではなくてですね、えー、個々の納税者の方に対する制度として、例えばあ議員が今ご指摘になりましたが、資金繰りなどの関係で一時に納付することが困難な事情がある場合、こうした場合には、 別にこの制度とは別に、税務署への申請により、納税の猶予などを行うことができる制度がございます。この制度の運用にあたっては、国税庁としては、納税者個々の実情をよくお聞きし、納税者の置かれた状況に配慮しながら、法令に基づき適切に対応してもらいりたい。まあ、いずれにしても、納税者におかれましては、最寄りの税務署になんなりとご相談いただければと考えてございます。以上です中西健君 はい、あの4月16日まで延長したのは、混雑の緩和ということがまあ理由になっているわけですけれども、今、お話申し上げているとおり、個人事業主などにとって、大変厳しい状況が全国的にも起きているということですので、個々の対応というよりも、政府が意思を示すという意味でも、この期限の延長というのは、ぜひご考慮いただきたいと思っているところでございます。 もう一つ、厚労省にお伺いしたいと思います。先日発表となりました、子どもの世話で休んだ従業員に対して、給料を払った、えー、従業員に対して給料を払った会社に関しては、助成金を出す制度、これは正規・非正規を問わず助成するものでありますので、まあ、高く評価したいと思っております。ただこれはあくままで子子ののいいいる従従業業員員が対象とななってておりますに関しても正規非正規規非を問わず助成 制すすするる度を作るべきでではないいいかかかと思いますいかがですか厚生労働省大臣官房、松本審議官先生ご指摘の、今般の一連のコロナウイルス対策への対応におきまして、小学校等の臨時休校等により、この世話のために仕事を休まざるをえなくなった労働者に、有給の休暇を取得させる事業主に対して、 休暇中に支払った賃金相当額の全額を助成する新しい助成金制度を創設することとしたところであります。また、子どもの有無にかかわらず、労働者が使用者の責任きすべき自由により、休業させ,る場合はさせられる場合は、労働基準法第26条に基づき、使用者は当該労働者に平均賃金の百分の60以上の休業手当を支払う必要があるところでございます。 厚生労働省としては、雇用調整助成金について、感染拡大防止のための休業等にも活用できることを明確化したところであり、子どもの有無にかかわらず、こうした休業に伴う手当を支給した事業主を支援することとしておるところでございます。中西健二君。 ああのまあ、い、えー、ああいいますあの良い制度でも、えーまあ、いかに良い制度でも、まあ、実行されるのに、まあ、半年も1年もかかるということになってしまうと、あの今必要なところに手が差し伸べられないということになりますので、まあ、迅速な執行、これに関してもお願いしたいと思います。えー、続きまして、えー、ちょっと、えー、今回の税制改正に絡んで、えー、一つ、えー、n i s の問題を取り上げさせていただきたいと思います。あの、えー 家計の中長期的な資産形成を支援する観点から NISA というものは私はまあ積極的に推進すべきものであるというふうに考えておりますが、まあ、今回の税制改正で NISA の,ニーサの、えー、作りがまたちょっと分かりにくくなったと。 設計は上がりにくなっもともと n i s があって、えー、積み立て i s a があってジュニアニー s もあってと、えー、どういうことなんだということは前から言われていたわけですがジュニアニー s はなくなりますけれども新しいニー s は2階建ての設計になっていて1階建ては1階部分は積み立て i s a 同様けれども金額が積み立て i s a の半分そして2階部分は1階部分をやった人が、えーやまあ、行うことができるんですが今までの ニーサーが引き継がれると、まあ、こんなような形になっているんですがやっぱりこの分かりづらさという点は、えー さらにちょっと複雑化したのが分かりづらいということになってしまっているのではないかというふうに思います。あの以前、貯蓄奨励策として、まあ、80年代まで採用されていたマルユーなど、マルユーはあの銀行預金、郵便貯金、国債などの利子がそれぞれ元本300万円まで非課税と、まあ、単純明快でありましたので、国民の大多数がこの制度を利用していました、で利用するにあたって制度の理解に頭を悩みましたという人はいなかったのではないかと思います。あの も今回、えー、複雑化さらにしたというふうに私は思っており、多、ま、く、あの人が思っているようでありますけれども、今後の方向性として、えーまあ、一本化していくべきなんではないかというふうに思います、それはもともとの NISA に一本化するのか、積み立て NISA に一本化するのか、まあ、どちらかということになるんですが、まあ、この中長期的ということであれば、積み立て NISA を大きく拡充した上でえで、ー、一本化するのかなとも思いますが、いかがでしょうか。麻生大臣 この新たな積み立て NISA の話ですけれどもこれはより多くの方々に積み立てとかいわゆる分散投資によって安定的な今資産形成を促したいという観点からこれはスタートさせていただいてるんですが今言われましたように原則として1階部分の積み立て投資を行っている場合には今で見られました別枠で2階建ての。 非課税投資を加える仕組みにに見直すことにさせてていいただいております。で、今おっしゃるように見直しが分かりづらくなったのではないかというご指摘なんですけれども少なくとも NISA は、まあ、新しい NISA は基本的には現行の一般 NISA と積立 NISA を確かに組み合わせたという、まあ、簡単にはそういう制度でありますので。 そのことを分かっていただければ、現行制度と同じようにご理解をいただけるのではないかと思っております。で、森林査が発行される2024年までの間に時間もございますので、十分にあの周知徹底をさせていただく、コーチ候補などいろいろさせていただきたいと思っています。で、また今一緒にしたらどうだというご意見ですけど、すでにこれ1000万口座を超えてると思うんですけれども。 千万口座、こういったようちょっとやめちゃうっていうのは、なかなかな、ちょっと一緒にすると言って、そんな簡単にいかないだろうという感じはしますので、私どもとしては、今回の改正を通じまして、まあ、広くご理解いただいて、安定的な資産形成をさらに促進していっていただければと思っております。中西健次君はい あのえまあ、自由民主党の税調の、えー、お歴史がいらっしゃいますので、えー、この税制改正について、えー、触るときはなかなか注意してお話をしなければいけないということではあるんですが、えー、この積立ニース私は私はこれ年間40万で20年という設計になっているんですけど、まあ、800万円か、えー、これはあの800万というのはどうも響きがあんまりよくないなといつも思っておりまして、まあ、例えば1000万とか。 えー、例えば、えーまあ、2000万なんかの数字と符号しちゃうんですが2000万にできるとか、まあ、もしくはあの40万だと12で割ると1か月割り切れないという話もありまして毎月積み立てるんだからそれは割り切れる数字にしようよとか、まあ、いろんな、えーえー、もっともだというご意見がありましてこれはもっとちょっと割り切れる数字にして拡大するというのはいかがなんでしょうか。麻生大臣、あのー おっしゃるとおり現在の積立た差 NISA っていうのは非課税枠の大きさが20年間で800万そして一般 NISA は5年間で600万というのをこれを参考にさせていただいてまあ家計の安定的な資産形成というものを支援するという観点から まあ、政策上の必要性を踏まえて決定をさせていただいたという経緯だったと記憶します。でこの積み立 NISA ですけどもいわゆる保有しておられます金融資産というものを一気に非課税投資というのに振り向けのではなくてむしろ月々にまあ収入からまあコツコツ貯めていただくという 長期間の積み立てをされる方に対する支援というところのために創設されたものであることを踏まえまして、まあ、年間40万ぐらい額なんじゃないのという話で当時させていただいたところであります妥当な水準ではないかと思っています何となく割り切れる数字がいいということはわからなわけではありませんがまた積み立認査についてはこれは各府省や地方自治体民間企業に対する あの現場セミナーで開催を依頼というのをいろいろさせていただいたりあの説明会やいろいろインターネットを通じて情報を発信させていただいてるんですけれども今後もさらにこの点につきましては分かりやすいようによりあの周知広報等々を努めていかねばならんところだと思っております。 中西健次君、はい、まああのぜひ今後の課題として自民党税庁でも私の方も発言していきたいと思います。この党委員会でも、えーえー、議論させていただきたいと思います。えー、続きまして、えー、東京証券取引所の市場構造の見直しと。 いうことについてお伺いしたいと思います12月に12月末に市場構造専門グループの報告書が出てそして東証の中間報告というのも2月に出ております今のま市場区分に関しての今回の改革案について金融庁を説明していただきたいと思います金融庁中島企画市場局長 あの現在、東京証券取引所にはあの市場一部、2部、マザース、ジャスタック、スタンダード、ジャスタック、グロースといった5つの市場区分が設けられておりますけれども、各市場区分のコンセプトが曖昧であって、多くの投資家にとって利便性が低いのではないかという指摘などがなされていたところでございます。そこで、あのただいまご指摘になった報告書では、この各市場のコンセプトを明確化した上で、市場を3つの区分に再編すると。 1>, いうことであの1つ目のプライム市場については高い時価総額、流動性、より高いガバナンスを備え投資家との建設的な対話を企業価値向上の中心に据える企業が上場する市場2つ目のスタンダード市場については一定の時価総額、流動性基本的なガバナンスを備えた企業が上場する市場3つ目のグロス市場については高い成長可能性を有する一方相対的にリスクが高い企業が上場する市場と。 言いったようなことで、あの各市場のコンセプトを明確化した上で、各企業が適切と考える市場区分を主体的に選択できるようにするといったことを主な内容といたしております中西健二君。お、はい、申し上げましたが、あのお手元に資料をお配りしておりまして、今、金融庁の方から説明があったのが、現状は5つの市場に分かれているのを3つにしようと。 プライムとスタンダードとグロースの3つの市場に細分化していこうとこういう話であります。であのまあ、その方向性自体私は えー、あるべき方向だというふうに思っているわけでありますけれども、これ、経過措置というものが設けられております。で、経過措置、いや、経過措置が私は、えー、ある方がいいというふうに思っているんですけれども、なければ、ある日突然、えーまあまあ、1ヶ月後にここの企業は、えー、今の一部から違うところに行くと。 いうようなことになると当然株式市場などで売りはあぶせられたりしかねないということですから一定の経過措置というものは必要だというふうに思っておりますけれどもこれ当分の間と書かれているので当分の間ってどれぐらいなんだと、えー、それがあまりに長いと、まあえー、用途国々になってしまうということじゃないかと思いますがどれぐらい考えているんでしょうか中島局長あのただいまあのご指摘のありました経過措置についてでありますけれどもあの現在の 市場一部上場企業は国地域における主要企業としてのブランドイメージが確立され雇用や取引にも多大な価値を与えておりますこのことはすでに市場一部上場企業に投資を行っている投資家から見ても企業価値に反映されていると 考えられるとの意見が強く出されましてこうした意見を踏まえて既存の市場一部上場企業については流通時価総額に関する新たな基準を満たしていなくても当分の間プライム市場を選択可能となるよう結果措置を設けることとしたところでありますあのご質問の当分の間の具体的な期間につきましては 現時点では市場一部上場企業のうちどういった企業が実際にプライム市場を選択するか明らかではなく今後の企業側の市場選択の状況を踏まえて検討する必要がありますことからあの現時点で具体的にお答えすることは難しいと考えておりますあのいずれにいたしましても今後具体的な期限をいろいろな関係者とも対話を行いながらあの検討していく必要があるというふうに考えております 中西健二君、はい、あの私はこの、えー、当分の間というのは、えー、2年程度にすべきじゃないかというふうに思ってまして、えー、その間に、えー、やってほしいことというのはあの先ほどプライム市場に上場する会社はコーポレートガバナンス、えー、の水準が高いということをおっしゃっていただきましたけれどもこれはやはり、えー、各会社の、えー、ガバナンスのレベルが どの程度なのかということ、えこれでえ見ていくということが一番重要なんじゃないかというふうに思います。あの時価総額の話になりがちなんです。あの情報漏洩という事件もありましたので、時価総額の話になりがちですけれども、そうじゃなくて、やはりコーポレートガバナンス、えどれだけガバナンスが効いているのか、あと情報開示をやっているのか、えこうした観点で見て、え2年程度で決め、2年で決め、2年程度で決めるということが私は。 行われるべきことではないかというふうに考えております。そしてこれ上場プライムに上場できないもしくは上場できないという会社が当然出てくるわけです。その後その時の上場廃止の受け皿と。 いうものもしっかり整備する必要があるんじゃないかというふうに思っております現時点でもあるんですあの当初がで,で,で上場している企業に問題があるとまず管理銘柄として投資家に注意を流して次に上場廃止が決定されるとまあ整理銘柄あるとして1ヶ月だけ取引をされますそしてその後の受け皿として日本証券業協会がフェニックス銘柄制度と いうのを作っておりますしかし、2016年6月末以降、ゼロが続いております、このフェニックスに指定されているものがないということであります。<laughs> あの今後、退出する企業は出るというのが前提でだと思いますので、その受け皿となる市場,についての,市場の整備について、十分考えていかなきゃいけないと思いますが、いかがでしょうか。中島局長 あのまさにただいまご指摘のことにつきましては金融審議会の議論におきましても上場後の企業価値向上の動機づけのため今後、退出基準を引き上げると。 いうことも考えられるということが指摘されております。一方で、厳格な退出基準を適用する場合、すでに株式を保有している投資家の換金機会を確保するということも重要であります。あの、このため、ご指摘のとおり、退出基準の強化とともに、切れ目のない受け皿市場の整備についても併せて議論を進めていく必要がございます。あの、この受け皿市場については、その担い手をどうするかや。 ビジ,ネスビジネスとして見込める市場となるかなど、多くの課題もありますことから、今後、東京証券取引所や日本証券業協会といった関係者と議論を進めてまいりたいというふうに考えております。中西健君、はい あのもう一つ、えーまあ、グロー市場というものが作られるわけでありますけれどもあのマザーズという現行のマザーズという市場これは、えー、10億円で上場できるので世界的に見て最も上場しやすい市場だというふうに言われて、まあ、批判もありますけれども成長企業が入りやすいという意味ではこれはプラスの部分も大きくあるんじゃないかと思います、えー、問題は資料2でお配りしてますけれどもマザーズにずーっと居座っちゃうそういう会社が結構多いということなんですね。 5年10年ずっっと居座っちゃうそれじゃだめだよねということでこの体質ルールも私は厳しく定めていかなきゃいけないこういうふうに思っておりますこれちょっとこれだけ言わせていただいて最後にあの麻生大臣にこの東証改革についてどのようにお考えになっているのかお伺いしたいと思います。 麻生太郎金融担当大臣あの今回のこの市場改革というもののコンセプトっていうのは明確にしてこの3つの市場ですけどプライムスタンダードグロスという形で昔は当時の一部二部っああいう話なんですけれどもあれ一部に上がったはいいけどこれはもう膨大な数になっておりまして。 株価はもう全く動きがないという形にあれだけでかくなりますとそれは絶対量が多いですからそういったような形になりますんであの私どもとしてはこれ上場企業やベンチャー企業というものの持続的な成長というものと企業価値の向上 この動機づけがなされないとなかなかあの活性化していきませんし内外のいわゆる投資をされる方にとりましても魅力のあるマーケットでなければというんでそういったことを考えて今回のこの 横文字使うのはいかがなものかと言ったんですけどなんとなくちょっと適当な言葉がなくて「上場一部二部三部」部部って言ったらなかなか具合が悪いんでちょっとどうだろうとかいろんなご意見があってあの、まあ、結果的に横文字にならざるをなんことになったんですがあの市場機能の向上っていうものによって 企業価値が向上して、その過率が結果として家計にも投資している側にもあのにもたらされるということを期待しておりまして、あの今後、えー、東京証券取引業かがマーケット関係者など,などといろいろ対話していかれながら、より良いいわゆる市場っていうのが構築できるように、金融庁としてもサポートしてまいりたいと考えております。中西健 はい、どうもありがとうございました。あのトピックスのインデックスの改革についてもお伺いしようと思っておりましたけれど、また次回以降にずりたいと思います。どうもありがとうございました。